どうもこんにちは、くらじょです。今、3巡目図障害のレースを待ってます。どうやら競技時間がこれだいぶ落ちてる。なんと約40分、1時間ぐらい30分は待ってます。お茶の間の、皆さんね、テレビで見てるから、今、世界で活躍してる三浦君とか、世界のトップ選手たちが集まる、3000m 障害しか見る機会がなかなかないっていうところで、今日逆にこれが本当の 3000m 障害だっていうエールのコーチにも披露してくれる。特に最初の藤井翼はインターハイ日本人トップですね。当時8分台、ランキングもトップ、地区大会からずっとトップで、そのまんまインターハイもなんか日本人トップっていう、素晴らしいスピードを持つ。でもね、なんか普段見てるハードリングがすごすぎて、この水濠見てください。ちょっとゴリラの水遊びみたいな溺れます。楽しく見ましょう。今こっち見た、カメラ見ました。確認したよ。今撮られてるって分かってるから。8名。もう入賞決定。さあ、いよいよスタートです。いや、下手すぎやろ。下手すぎやろ。ひどい。さっきなんか流しの時はうまいように見えたけど、やっぱ走り出すともう全盛期の面影はないね。あれでもインターハイ日本人トップだからね。あ、でもうまいな。ゴリラがハードル飛んでます。使いすぎ。お、大輝が 1000m 何秒？3分18秒。10分切れるぞ。藤井翼は10分の壁を切ります。やばい、もう目がやばい。目が遊びじゃないよ。うわ、前に出ました。さあ、来た。笑ってる。うわ、かっこいい。え、やばいって。藤井翼が仕掛けてます。なんだあれ、切り替えてんのか切り替えてないのか、よくわからないスパートで今、抜け出しております、集団から。さあ、山陽さんも実力者です。山岳西鉄の、福田の先輩でございます。さあ、笑ってる。遊びじゃないよ。やばいって。
さあ山田さんが追いついてきた。さすが実力者。まあこの2人もともと2人とも8分台の持ち主。完全にバテてきた。いやいつも通りしゃくれてきてる。山田さん軽くジョグしてる感じですか。やばい。いや、鐘の音。ああ、離されてる。さあ、ブレまくってる。あ、山田さん余裕があります。あ、疲れてもな、障害はちょっとうまい。来ました。来た。ちょっとほら、ちゃんとラスト頑張って。しょうもない。来た。はい、頑張れ。いや、やばい、止めてないって。さあ、藤井翼が最後の障害を超えてラスト。さあ、ベスト出るか。さあ、10分10秒ぐらい。さあ、ここで最後のコーチ、ずっと余裕しゃくしゃくでジョグしてるクータ来ました。おお、すごいな。はい、ということです。藤井翼が10分10ぐらい。まあ、茶番ですね。茶番でした。あと、タイキなんなんあれ。体操選手でしたね。両足着地がピタッと決まったんで、あれは得点高いです。高得点です。これが完全障害ですよ、逆に。はい、ということでした。帰りましょう。お疲れ様でした。